はい、皆さん、こんばんは。山上ファクトリーです。お元気ですか？こんにちはですかね。はい、今日も頑張っていきたいと思います。はい、今日はマッチ箱アートのですね、38回目になりますね。はい、で、今日はね、そのまま今日の作品を背景にやっておりますけど、今日はマッチ箱キャンプ。まあ、キャンプっていうかね、キャンピングカーですね。キャンピングトレーラー。トレーラーといえば、老舗の、これはね、憧れのエアストリームでございますね。これ風に作るっていうことですね。なかなか難しい、このアルミのボディ。はい、では行きましょう。土曜日の夜はマッチ箱アートでゆったりとお楽しみくださいませ。はいね、キャンプ行きたいですよね。はい、後ほどです。ドン。はい、では DIY を始めましょう。こちらはボディなんですけどね、アルミの板ですね、薄いやつを使います。で、型を取りまして、こちらはね、手で少しずつですね、この丸みがポイントなので、ゆっくりと手でやっていきますね。こんな感じでね、うまく丸くできるかな っていう感じです。はい、こちら後ろの窓と、あとこちらはテールランプですね。そういうのも作っていきます。はいね、こう綺麗に、ガサガサしないようにね、やっていきます。はい、で、だんだん手でこう少しずつ丸みをつけていきますね。いい感じです。で、これ裏側ですね。裏側もこうヘラでね、少しずつ丸みの違和感がないように頑張ってます。はい、こちらは、ボディ部分っていうか中の部分ですね。タイヤと室内の部分をね、こんな薄っぺらいね、感じなんですけどね、マッチ箱だからね、奥行きがないんでしょうがないです。はい、内装もね、カーテンつけたり、ちょっとテーブルつけたりとかしてみました。はい、ライトはね、こういう2発、室内と、今度焚き火っていうところに火を入れましたね。ライトを入れました。はい、で、後ろはこういうね、青空っていうか夜空で、先ほどのボディをここに入れて、あとはね、これから小物をいろいろ作っていきますね。はい、こちらが木ですね。木はまあこんな感じで好きに、皆さんお好きに作ったらいいと思いますけどね。はい、これはね、一番焚き火の後ろにあるって感じでね、これをちょっとセットしますよ。はい、あとね、この屋根からシェードですかね、このチェックのやつをね、ちょっとつけてみました。あ、いい感じですね。なんとなくアルミのキャンピングカーっぽいですね。あとはこのグリーンはね、お好きにレイアウトしてみてくださいね。はい。素晴らしい。もう大体できましたね。はい、で、これはですね、焚き火の、炭と言いますかね、木ですね。これはグラスファイバーで、ちっちゃく切って赤く塗って、こちらに先ほどのライトの上に乗っけていくと焚き火っぽくなりますね。なかなか綺麗ですね。こんな感じで焚き火作ってみました。で、さらに、こちらで椅子を焚き火の横に置きましたと。これで完成になりますね。ありがとうございます。綺麗ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？マッチ箱キャンピングトレーラーでしたね。こちらね、そのまままたね、気に入っちゃったんで使ってますよ、背景で。はい。
はい、素晴らしいですね。このいい季節ね、すぐキャンプ行ってバーベキューして歌歌っていいですね。ぜひ行きましょう皆さん。はい、ありがとうございました。ではね、皆さん体に気をつけて、またね来週お会いしましょうね。はいね、今日私はキャンプ場でゆっくりして帰りますんでね。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。